はい、シュナキ猟犬の風浪ということでエルデンリング、ソロプレイですね、やっていきたいと思います。で、風浪に関しては、ソロプレイでしかできないっぽいので、まあ、こういうところをね、一人でやっていきたいと思います。で、まあ、こういった風浪とかはもうボスだけを、やる、ショート動画的なところにして、まあね、繋いでいこうと思います。グレソを回収してきました。もうむちゃくちゃ重い、盾とか装備できないからね。まあでもグレソもカット率が 80% ちょっとあるんで、まあ防御はグレソでやっていこうかなと思います。なので、あと両手持ちでしか持てないんで、ビルド的にはちょっとまだね、片手で持てるっていうよりは重いから持久を上げていきたい、ある程度の持久を確保して片手で振れるようにしていこうかなと思います。では行きましょう。ダリビル、こいつはどんな感じだ、速い系かな。グレス重いからな、対応できるかこれ。ちょっとまず動きを見よう。後ろの方に下がっていけば攻撃は効かない。詰めてきたな、2回くらいか。来た時に追撃ができるか、この時。よわ、相打ちだ。でもまあまあまあ、ダメージは入るか。ちょっとこれ次こっちの聖杯瓶にしよう。スタミナが上がるんで、ちょっとガードしながら行こう。これさ、ガードカウンターいける？おお、いけるけど、マジでやばい。こっちの聖杯瓶ちょっと回復が少ないんだよな。ちょっと飲んじゃおう、もったいないな。ちょっと今使い方がもったいなかったな。どこで攻撃をするか。1、2、3のこれかな。詰め方が1、ここは1か、1、やばい、2の3のドン、当たんない、やばい。重い、地品だ。ガードカウンター狙う、1、2、3でガードカウンターを狙うか。あ、これいけそうじゃん。強攻撃、逃げろ。よし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 。こっちもジャンプ攻撃する？ジャンプ攻撃縦切りなんだよな、グレソ。そう、グレソはね、通常攻撃は横切りしかないんで、縦切りが欲しいんだ。1来た、ここでほら。当たった、よし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 。火力は申し分ない。ここで、はい、1回か。12の3、あ、ダメだ。ちょっとね、いけるかなと思ったけど、くっそ。ただ結構ご了してんな、こっちも。セハビ3個残り、いけそうな気がする。しくじらなきゃ。1、2の3のジャンプ、おっしゃ、ひるんだ。これあと一発でいける、多分。万全を期して全開。さあ来い、近づいた時が貴様の最後だ。慎重になってんな、向こうも。あ、やばい。やばい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 、これだ、ここだ。くらえ、叩き潰す。ダリビル、猟犬の長き場みたいなやつ、ちょっと見てみよう。ああ、これ戻されるんだ。シュナキ猟犬の風浪クリアで、手に入れたのがどれ、猟犬の長牙、筋力と技量補正が C か。で、筋力18の技量17、なんか上質系だね。大極拳だから、まあそうか、技量も必要としつつ重い筋力も必要、まあ、上質だね。出血の状態異常が、出血があるのか、まあ魅力的ではあるけど、ちょっと技量を上げる余裕がないので、まあまたちょっとグレソでいきます。これもちょっと使ってみたいよね、せっかく手に入れたから、というような感じです。では今回の風浪はここで終了とします。お疲れ様でした。